こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。スターホースポケットを始めていきましょう。スターホースポケット、農園で収穫できます。お、馬風石いただいた。プレゼントが届いています。レアガチャです。引いていきましょう。デイリーガチャか。おっと、 SSR 来るぞ。これは来た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 。ドーン、エピファネイア。エピファネイア初めてじゃないですね。ということで、このエピファネイアを元あるエピファネイアにって、よ、どういう意味だ。種付けしてみましょう。ではですね、ここで、700を超えたので、こまま葵の10回ガチャに行ってみたいと思います。今15なんでね、すごい魅力はあります。あ、無理ですね。SSR までは行きませんでした。あ、なるほど。最初の1回だけが、15で、2回目は25以下、多分数字大きくなるんでしょうね、というやり方でなりますね。通常の、まあ、ガチャもあります。クエストを達成しました。まずはですね、ガチャなどを引いていって、体勢を整えたいと思います。これがエピファネイアですね。ソートフィルターで行ってみましょう。 SSR、 これがのみなんだけど、さて、エピファネイア、そうだ、名前でつけよう。そうすると、これあいうえお順の逆順になってんだ。エピファネイアが2頭ありますが、覚醒の1のエピファネイアがありますね。これを、あの、覚醒、先ほど引いたエピファネイアにをつけると覚醒度が1から2へと上がります。で、最大レベルも70へと。ということで、エレキの音楽に合わせて、さらにパワーアップができた次第です。では、そのエピファネイアに、そのレア度の低い馬をつけましょう。これでレベルは70までか。ってことは、これでもう70になるんだ。っていうか、70になってんだ、この馬。それはもうやる必要がないってことだよな。ルーラー尻尾もあるし。ミンティーをつけましょう。これでレベルは61まで上がるんか。覚醒は、2覚醒してますね。そうすると66までか。
まあそんな感じです。おー、そうか。あれ？あ、そういうことか。プレザントリーパーフェクト。これで使い切りますね。これで守護場を整理することができました。これで46ですね。何を育成するべきかな。そこでレベルで照準で変更するとシャーガっていうのが一番低いのか。マルペンサっていうのがすごいですね。これを育成設定にしましょう。ご存知ですか？入球です。前走ですね、この型のレールウェイですが、 WBC を勝ってしまいました。で、今3月を一周なので、いきなり出さずにドバイに行きたいと思います。ドバイターフにするか、ドバイシーマクラシックにするかですね。お、まったけ。嬉しそうですね。私も嬉しいです。というわけで、ただ大阪杯もあるんですよね。ドバイターフはギリギリの距離なのか。何かご用でしょうか。多体重のベスト度がどうなのかですよね。やりました。ありがとうございます。再びですね、こうして少しでもメダルを稼ぐことが期待できそうですね。何かご用でしょうか。大きな進展になると思います。お、適正な馬体重ですね。何かご用でしょうか。体調はいいみたいです。そういえば何かご用でしょうか。馬体重のベストは492キロのようですね。いい仕上がりです。クエストを達成しました。今4周なんで。どうでしょう。適正な馬体重ですね。何かご用でしょうか。もっと調子が落ちたよ。レースがあります。いい感じですね。人参ですね。それは人参だが、まずまずでしょう。何かご用でしょうか。よし、ベストコンディションですね。これでドバイシーマに移動したいと思います。大阪杯ですと500倍になっちゃいますからね。
カルテンはちょっと距離が長いとなるとドバイシーマにやっぱり行くしかないです。次は宝塚うまく挟めばベストなんですけどね。一番人気です。一番人気 1.3 倍ですね。ただいまより投票受付を開始します。さあライバル馬ですがファンタスティックライト、それからハイライズ、こちらがですねついてますね。3番人気がムタファウェイク、なんだそれっていう感じです。実績的にはこの辺もいいんですけど、フルーツオブラフとかヘラーシーナとかアミリンクスを気をつけないといけませんね。カイタロか、うん、どうだろう。さあいよいよレースです。さあ雨の降りしきる中のドバイシーマクラシックとなりました。片尾レールウェイは6枠8番、雨でやや重、メイダン競馬場はドバイにあります。多くのお客様が入ってるみたいですね。そのスタンドがもうなんだ高くてお金かかってそう。ドバイシーマクラシック発送です。今年のドバイミーティングも残すは2レースのみとなりました。ドバイシーマクラシック、さあ準備が整いました。スタートも肝心だぞ。ゲートが開いた。出遅れたかもしれませんが悪くないスタートですね。後ろから2番手です。11番アミリンクスが上がってまいりました。そして3番手に9番ボーイング鈴鹿、それから1番手ですね今。そしてその後ろから1番手グループだ。外から1頭ムタファーウェイク、内を通ってエラーシーナ、これが人気を集めている片野レールウェイです。外を通りましてラガース、サガミックス、それから後ろか3番ティンボラー、そしてしんがりから12番ハイタノという展開です。もう一度前から整理してみましょうか。先頭行くのは11番アミリンクス、4分の3馬身リード、内を通りまして9番ボーイング鈴鹿も出てるみたいですね。前での競馬ファンタスティックライトとファオン騎手、ファンタスティックライト、もう一回ライバルファンタスティックライトは2番ですね。3番ですか。しかもペースの雨としても遅い。これが前残りがちょっと心配です。岡部騎手この手応えはどうか。もう一頭ラガース、まもなく第3コーナー7番黒い馬体サガミックスであります。ティンボロアがその後ろ、カイパのこれがしんがりであります。先頭の方はどうなっているか。まあ、先頭は依然としてアミリンクス、うちでファンタスティックライトがファンタスティックライトが不気味ですね。ハイライズ、さあどこにいるんだ。まだ8番手だ。外を通って5番ムタファーウェイ、さあここでゴーイングスズカが上がっていって先頭に立ったぞ。さあ届くのか。上がっていった、鋭く上がっていってます。ゴーイングスズカが意外と伸びている。さあ一気に差を詰める。一方ハイライズだ。まさか最後にかして勝ちました。ゴーイングスーカーが思ったように粘ってますね。これ2着じゃないの。ゴーイングスーカー、いやーゴーイングスーカー大健闘でびっくりしましたが、最後は片野レールウェイがかわして、まあちょっと危なかったですが優勝を取りました。1着8番2着9番3着6番1、全然人気ないですね。ゴーイング鈴鹿、もっと上を狙っていきましょう。全くもってその通りです。適正な馬体重ですね。
適正な馬体重です。何かご用でしょうか。何かご用でしょうか。クエストを達成しました。プレゼントをもらいます。そういえばショートケーキをいただきました。何かご用でしょうか。もうリラックスしてますね。入れます。というわけで496キロか。 SWBC もいいんですが、ちょっと僅差の勝利なので WBC に出して様子を見たいと思います。はい、ではまた次回もお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。